オノアンナは、ロシアのバイオリニスト。父親はロシア帝国官僚。母親は、貴族出身。語学と音楽に秀でた母親の影響の下で、ブブノは三人姉妹はみな芸術家となり、長子マリアはピアニストに、次子、ワルワーラは、美術家に成長する。アンナは、はじめ5歳より、母親の手ほどきでピアノを学ぶが、10歳より、バイオリンに転じ、最初在地に、次に、 バンツェコはに指さらに1904年に、ペテルブルク音楽院に入学し、ホブハンネス・ナルバンジャンに支持した。1908年から1913年まで、レオポルト・アウアーに支持この間1911年音楽院を卒業した。1913年には、フリーアーティストの称号を受けた。ペトログラードで同地の日本人留学生、小野俊一と出会い、 1917年5月に結婚。翌1918年革命家のロシアを離れ、東京に赴く。聖京都であったため、東京ではニコライ堂に通った。1919年長男の俊太郎を出産後、音楽の早期教育を施すが、1933年、俊太郎が中水園で少年期に溶接したため、 春一との関係もうまくいかなくなり1935年、協議離婚した。その後も長らく、小野安ん名義で、日本でバイオリン教師として教鞭を取り、1943年毎日、音楽コンクール審査員となる。戦後は1946年、武蔵野音楽大学教授に就任。更新を指導するから、 壊れて、東方学園子供のための音楽教室、同学園高等学校音楽科、同学園短期大学にも勤めた。1959年音楽教育貢献により、訓四等随法賞受賞。1960年に、1958年に、帰国した姉ワルワーラの後を追い、ソ連に渡り、アブハジアのスフミ音楽院にて、バイオリン科教授に就任した。 1979年5月8日、スフミニテエミン。2016年5月15日、タマレー園で姉ワルワーラブブノワと共に功績を称えられる記念碑が除幕され、ニコライドの主催によって正規良された。教師としてのオノアンナは、音楽教室の主催者としてだけでなく、早期へ再教育の衝動者としても知られた。また、1961年の バイオリン音階教本は理論的、体系的なバイオリン教本の一つとして日本のバイオリン学習者に愛用されている。なお、自分は教育者という信念から録音の類は一切残しておらず、小野ン奈がどのような演奏をしていたかは伝聞を除くとほぼ不明となっている。日本人女性バイオリニストの生みの親と呼ばれたように戦前には 諏訪ね事故や岩尾本心理を、戦後は、前橋て子や、牛尾おだましこらを輩出したが、それのみならず男性バイオリニストについても、浦川隆や、石川かわのぞみほに加えて、商業音楽の作曲家、三木鳥郎など幅広い逸材を世に送っている。また、小野安奈門文化には、音楽大学の教授や指揮者として活躍する人物も、多い。元夫の小野俊一は、 在会と学会に一族が広がっており、命に、小野洋子、5歳との息子に、小野雄子がいる。離婚後もブブノワ姉妹と小野家には交流があり、小野家はアンナを通じて、レオシロタの家族とも親交が深かった。実習アルワーラ・ブブノワは、ロシア文学教師や挿絵画家として、小野俊一と何度か活動を共にしている。ありがとうございます。